Hey everyone, welcome back to Yakuza Like a Dragon. We have Number back. I want to really level up his bond because there's some jobs that are still locked for him. So I'm going to go do that now. And after that, going to go talk to Chairman Hoshino. See what he has to say about the whole situation. Last time we also rescued Zhao, so that's very good. I hope to see more of him. First, let's go talk to Number and see what he's been up to and... yeah, have some heart-to-heart with him. Let's go, guys. Probably about his brother, eh? I really want to see his brother. Nonderu ga? Namba. Oh, Ichiban. Chodo yokatta. Omae ni hanashi ga aru nda. Nan da yo? Kashikumatchatte. Chanto ayamaritakute na. Omae ni uso o tsuite ta koto. 偽札を追ってた件か？ああ、すまなかったな。いいってことよ。He already apologized, didn't he? 弟さんも無事に解放されたし、終わりよければすべてよしで。Yeah. ただ、少し気になるのは、どこまでが本当の話かってことだい。例えば、お前が看護師だったってことは。そいつは正真正銘、本当だ。じゃなきゃ。お前の傷の手当てなんかできやしないぜ。そうだよな。なら病院の薬を盗んで横流ししてたってことは、それがバレて看護師免許を剥奪されたって言ってたよな。それに関しちゃ、まあ本当でも嘘でもあるな。どういうことだ。この話をするのはお前が初めてだ。Ooh, no, that's fine. We like stories. なあ。話してくれ。俺は小学生の時にナイチンゲールの伝記を読んで看護師になろうと決めたんだ。彼女のように人の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうと思ってな。だが実際看護師になってみると、夜勤は眠いし、患者のわがままには振り回されるし、The real work is hard. 次第に俺は仕事の手を抜くことばかり考えてた。ナースコールが聞こえないふりをしたり、サボって昼寝できる場所を探したり、すっかり初心を忘れて40手前になった頃だ。新人の看護師で水辺って子が、Oh, I think it's the first time we're hearing about a girl.ナイチンゲールに憧れ his love interest。ナンバと同じだな。きっかけは同じでも、俺とはまるで違ったよ。水江ちゃんはどんな患者の声にも真剣に耳を傾けて、一切手を抜かねえ。その上、いつも笑顔でさ、まるで天使みてえな子だったよ。惚れたのか？バカい。向こうは23歳の花盛りで、こっちは40目前のおっさんだぞ。That's right, younger than you look. Age is only a number, you can still be a player. Let's just say that. 今時、そんな珍しい話でもないぞ。若い子からモテる中年男だってたくさんいるんだい。そういうのは金持ってる連中だろう。そうとも言い切れねえって。身だしなみに気を使ったり、若い子のトピックに興味を持つことで男も若さを保てるってわけさ。お前からそんな助言されるなんてな。悔しいけど、ちょっと勉強になるよ。で、その水江ちゃんと何かあったのか？うん。それでよ。あ、でも、my style's already maxed。見てると、俺にも看護師を志した頃の熱い気持ちが蘇ってきた。That's awesome。今一度真面目に仕事に向き合おうと思ったんだ。そいつはいい兆候じゃねえか。だけどこっちはもう中年だろ。体力がかなわねえ。ある晩夜勤に入ってると猛烈に眠たくなってな。こっそり仮眠を取ろうとして病院の裏庭で横になったんだ。Oh, did he catch her? 背後で物音が聞こえた。振り返ると、そこには倉庫があってな。
what happened? The story is not taking a good turn. Mizue-chan got out. She's stealing? Namba was sabotting, but Mizue-chan was smart. Yeah. In our hospital,薬の補充は薬剤師しかできない決まりになってるんだ。俺や水江ちゃんは看護師だ。倉庫に入ることはね。だったらなんで水江ちゃんは倉庫から？あの頃、病院内には妙な噂が流れていてな。妙な噂？倉庫に保管してる薬の数がリストと合わないんだ。誰かが薬を盗んで。闇で横流ししてるんじゃないのかってな。まさか。ああ。ミスエちゃんが。ああ。So Number took the blame for her。ミスエちゃんの手にはしっかりと薬の箱が握られていたんだ。なんでミスエちゃんが薬の横流しなんて。話には聞いていたが、ミスエちゃんの親御さんには借金があったらしくてな。彼女は給料のほとんどを渡して返済を手助けしてたんだ。だけど借金の額は一看護師の給料じゃ返しきれないほど莫大だったんだろう。じゃあ彼女は返済を助けるために薬の横流しを。ああ、俺は水江ちゃんが薬を盗み出すところを目撃しちまったってわけさ。Yeah. Can see where this is going. だが水江ちゃんの方は。俺が見てたことに気づいていなかった。こんな時、一番ならどうする？水江ちゃんを追いかけて捕まえるってのが正しいんだろうけど、彼女は望んで犯罪に手を染めるような子じゃないんだろう。ああ、親御さんのためにやむを得ずやっちまったに違いねえ。She was doing it for family. 薬の横流しは犯罪には変わりねえが。誰かを痛めつけるような罪じゃないしよ。横流しが発覚して彼女が病院をクビになれや借金返済は一層遠のく。それを考えるとどうするべきなのか悩んじまうよな。お前も俺と同じタイプで嬉しいよ。結局俺はどうすることもできずに黙って彼女の後ろ姿を見送っちまったんだ。この世にたった一人だけ許される犯罪者がいるとすれば水江ちゃんに違いない。そう信じて何も見なかったことにしたんだ。その後水江ちゃんは倉庫で水江ちゃんを見てから少し経ったのだ。Oh, what happened? 院長が薬の一件に関して She caught on CCTV. 警察に盗難届を出すと言い出したんだ。それまで警察には届けてなかったのか。ああ病院のメンツに関わることだからなるべく内々で解決したかったんだろう。だが一向に犯人が見つからないことにしびれを切らして、ついに警察へってわけさ。警察の捜査が入るとなるとゲームオーバー。犯人だとバレるのも時間の問題だ。逮捕されれば前科もつくし新聞に名前も出る。まだ若い彼女にとってそいつはあまりに酷だと思わねえか。それに比べて俺はどうだ。中年の独身男、どんなに心を入れ替えても今さらナイチンゲールのようにはなれねえ。こんな俺が残るより彼女が残った方が医療業界のためになる。そう思わねえか。Don't call her a saint and don't call her an angel. That just sounds so wrong after knowing what she's done. 俺が名乗り出たよ。薬を盗んで転売してたのは俺ですって言ってな。それでナンバは看護師免許を剥奪。うん。当然病院もクビだ。そこまでして水江ちゃんのこと。Yeah. その後彼女からは何かなかったのか。電話とか手紙とか特にねえよ。俺が住んでた独身寮もクビになった日に追い出されちまったしな。後悔はしてねえのか。それからほどなくして弟の失踪事件が起きたんだ。仮にクビになってなくても自分から辞めてたさ。後悔なんてしてねえよ。
強いて言えば、水江ちゃんが海外に旅立つ際には見送りに行きたかったけどな。海外に旅立つ？うん。水江ちゃんは医療の発展しない途上国に渡って一人でも多くの命を救いたいって夢があったんだ。まさにナイチンゲールだな。うちの病院は海外派遣制度っていうのがあってな、3年以上働いた看護師が利用できる。水江ちゃんは今年で3年目、きっと制度を利用して渡航するはずだ。それなら見送りくらい行ったっていいじゃねえか。無理だよ。いつ経つのか日にちもわからねえ。看護師時代の同僚に聞けば渡航の日にちを教えてくれるだろう。バカ言え。俺は薬の横流し犯のレッテルが貼られてんだぞ。Are you true? His name is tainted. 同僚に連絡できるかよ。ちょっと二人さん、深刻な顔しろって何の話してんの。What timing cycle? No, さっちゃん。だいぶ飲んでるみてえだな。まあね。それより教えなさいよ。何の話してたのよ。ナンバのホームレス体験記ってのが壮絶でな。ホームレス体験記？なんせ家がねえから便所がねえわけだよ。腹壊して喧嘩したしね。汚い話ね。Good thinking。色気のある話でもしてるかと思ったのに、本当に男って。Literal crap。バカなんだから。気回してくれてありがとな。いいってことよ。まあ。So, いつか最後に打ち明けるよ。ただし、あいつが酔っ払ってねえときにな。I guess Number's bonding story will have to eventually help him find this Mizuo girl, eh? Mizuo girl. I really want to help him. Okay. So I guess, yeah, we'll eventually...meet up with this girl that Numbers had a crush on. Anyway, maybe I'll go talk to the chairman. We can carry on. Oh, he's all the way down there. We can carry on with Numbers' story once we've filled up the gauge. Okay. Alright, let's head in. See what chairman has to say.入ってくれ。He already knows we're here. 高部の頭から、Some psychic. 会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。清流会は無事だったんだ。無事とは言わん。Oh. 組の二三割の人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。偉人町の三す組がまがいもんだったと聞かされちゃう。yeah. 半貧流満の長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ清流会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。えこの町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題。 It's the chance for the army to infiltrate. 荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。若が。長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。
got to stop this young master. Our young master, our old young master. よくわかんないんですが、幹事長ってそんなに偉いんですか？幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。That's a lot of power. 好きなように。だから奴の次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ。Young master is sharp. There he is. 解散総選挙？バカな。このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。おお。総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか？荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。This Prime Minister seems so weak. 私を幹事長にした上で解散総選挙。それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など。何より年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが、どこかにいらっしゃいますかね。This Prime Minister's got no power at all. What the hell? You're kidding? Some young hotshot just walk all over you? Surely to be Prime Minister or become Prime Minister, you're like pretty boss yourself, right? 大見連合を動かし、まぶちを操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川正人だったな。And then the young master has his whole town in the palm of his hand. Nonomiya. Blood is being spilled because an outsider. But is Arakawa-san really part of it? The Arakawa I know?Kasuga, I feel like young master has just doing, making all the decisions. Soap の店長が死んだ時、I don't think Arakawa has much influence over young master's choices. そう思うよな。はい、そうですね。だがお前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。 It is fate. Everything is fate. どういう意味です？ Oh no, he means someone put him there. いつかの偽札、今あるか？ Are you gonna tell us what happened now? You know about the fake bill?会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。荒川？誰なんです、それは。荒川真澄だ。いや、荒川。おやっさん？いや、でも俺は。そのおやさんに撃たれて。Maybe he didn't want to kill him. He shot him, but didn't intend to kill. お前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら、え？
Very calculated. その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時に、カスが一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。紹介状って、なんでそんなやり方を。俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き？それ一体。そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのなら、よほどの事態だと察するがな。会長、あなたと大家さんとはどういう。そいつは長い昔話になる。So you guys go way back。 だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。Over some picking duck. 俺と荒川との因縁は全部あそこから始まって。Oh, does it relate to when he was a kid? 好物らしいな、あいつ。When his dad got shot. ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。Oh. 席を予約しておこう。It's getting interesting. Has to relate to that incident when his dad got shot when he was a kid.That restaurant. It all leads back to the Peking duck. Share intel of the party. Okay.Morning, guys. I feel like it's been a while since it's been morning. Let's head out. Oh, wait, there's someone here. Nah. Yes. Okay. What are you curious about the chairman? Lay it on me then, I guess. Well, remember how he said it wasn't chance that you came to Eating Shop? Ah. Yeah, something like that.Well, while you were bleeding out from a gunshot wound, I was working my ass off to find the tools to treat you. I doubt you remember. Nah, you know my gratitude is deeper than the oceans for that. Well, I think the part you'll want to know is the one who told me to treat you was none other than the chief. Huh? I mean, it was the middle of the night. I was asleep, of course. The chief and a few guys came to me in a panic and asked me to fix you up. But now that I think about it, why would they care?What's that supposed to mean? You don't need a motive to save a dying man, do you? If you were one of us, sure, I would have done it. No questions asked. But getting involved with a shot Yakuza, that's asking for trouble. If they really wanted to save you, why didn't they drop you off at a hospital? Or call an ambulance? But the chief wanted to keep it in-house. Right. So I think the chief must have had a reason he wanted to save you. A reason we still don't know. I guess he might...I think it relates to what Chairman Hoshino was saying about you being here isn't just chance. Oh. You think there's more to the chief than we know? Well, every hobo has a secret or two he's hiding. If you've got time before picking duck date, maybe talking with the chief would be a good idea. I think so too. That's new info to us. Let's talk to the chief, man. That is very juicy info. Everything he says, Number says, it is fishy. Why did he not take him to a hospital? Chief, what do you have to say? Sonjo. Huh? うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。俺がここに運び込まれた時の話です。あの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか。
We don't know anything about Chi-Fei. So his backstory. Anything. わかった。話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？ああ。このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？そりゃどういう？不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。え？死体の？So he's been working with Yakuza? それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。見返りに俺たちはいくらか逃がせてもらう。 It's got an agreement going on with the Arakawa. 荒川組ってマジっすか。でも昔からってことは登場会の時の。詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた。俺がここに住み着くずっと前からな。Okay. 処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら、刺されたの、殴られたの。How do they dispose of them? どうなんだろうが、ゴミ山の死体は。How many bodies have you disposed? 何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。Once a month. 俺が村長になった後も三人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。え、なんでそんなこと。自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずいし、だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合もその取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんなやつでした。荒川組のもんだろうが俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。So we're like the fourth body that he had to deal with. Body, I guess. So Arakawa-san knew they would save me here? Was he thinking that far ahead when he shot me in Kamurocho? I think so. So what if he did that to save us? 頼んだぞ、イチ。Oh. なんだ今の。He remembers something. おやさん。俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ。多分頼んだぞ一って。 Okay, this is getting so interesting. What is Arakawa planning? 確かに言ってたんだ。夢じゃねえと思うんだがよ。よ、so, 一番。 Ichiban heard that when he was subconscious.希望を持つなとは言わねえ。I'm counting on you. だがな、お前がここに来た時マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。会話に来てた。他の極道たちの目があったから。Okay. いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。So he had to shoot Ichiban just to show the other Yakuza people something.
Ichiban, it's about time to go to Heian Tower. You've got lunch plans with Chairman Hoshino, right? Yes. Oh man. So many questions. Just when we've got all these questions answered about, you know, Ijin 3 and all that, just more mystery. But I guess it's time to eat some Peking duck. I wonder if Chairman was at the scene of the incident when Arakawa's dad got shot. Yeah, I completely forgot about that because we still don't know why or the reason his dad getting shot, eh? So this must answer our questions. Here we are. Heian Tower. Okay, it's not going to be just a simple Peking duck lunch. For sure, you just know that something's going to go down. お前がおごってくれんのか？そうしたいですけど、支払いはこれじゃまずいですもんね。Not a bloody note. どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。Yeah, we just need the details. 俺にも気持ちよく食えるようにしてください。あなたと親さんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。偉人帳の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流マン、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋。I wonder if Chairman was. そのうちの一人が旅回りのお役者だった男。荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。But Chairman was friends with Arakawa's dad?ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。清流会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければ。Is that why they killed him? だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の後目になる俺にその役を命じた。He killed Arakawa's dad. そうだ。つまり俺は荒川敏夫を、荒川真澄の父親を殺した人間。Does Arakawa know? 荒川敏夫と個室にいたのが誰かは。ことの直前まで知らなかった。Oh, okay. So he does know. Arakawa knows the killer. それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる。そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。二人は海に沈んで消えた。死体も上がっちゃいないがな。じゃあ、親さんは両親を一度に。ああ。そして、座長を失った一族。So,
I wonder if Arakawa's out for revenge then, right? He wants to kill Chairman. Yeah, that's why Arakawa-san became a Yakuza, hardly had any choice. Yeah, just an orphan. Nowhere to go. Arakawa が入ったのは、登場会の枝で氷川興産って組だ。ずいぶんきついとこだったらしい。殺しも平気で受け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産は、しょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に、彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え、東京の組なのにどうして。 Yeah, what was for him an 偉人町。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか。その時から親さんは偉人町のホームレスと死体の始末を。荒川は偉人町に通っては執拗に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に。Did he go? Did they meet? That would be crazy. ボディーガードも誰もつけず、俺は一人で荒川からの招待に応じたんだ。What went down? 一人で。でも、yeah. それは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして。どの道ろくな死に方はできん家業だ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは、喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。 He must have been feeling real remorseful, eh?今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに。まだ二十歳を過ぎたかどうかって、その目はもう何人も殺めてすさみきっていた。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。偉人町の秘密だった偽札のこともすべて話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、すべてを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやさんは。あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやさん。1984年に日本の満札は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。
その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。Some counterfeit bills. ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を送ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。That's it. There. なんでそんなもの。説明は難しいな。まあ、強いて言えば恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。ああ、俺は荒川の招待を受けたあの日、殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。Such a big influence. 荒川には途方もない恩を受けた。だが、けじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印が、そのエラーの偽札だ。So what's his goal now, eh? 偽札の秘密は俺や偉人町の急所だ。だが、その秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。そのつもりで、実は裏書きに一筆入れたな。恩義平衡を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。Oh, so that's the exact same bill he gave Arakawa. そういうことだったのか。しかし今、その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやさんが俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放し、お前に託した意味を、お前も理解すべきじゃないのか。だとすれば、カムロ町でお前を撃ったのは、荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして、俺のもとへたどり着かせるために撃った。違うか。Oh, Ichiban must be so happy to hear that. 今俺に分かるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます、会長。そっか、やっぱそうか。でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです。十分です。信じます。そうかい。ええ。
俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。春日。はい。お前荒川とは血縁か。まさかそんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。Okay, wait. I hear something. No, is it real Peking duck or what is it? Oh, they stopped the chapter right there. I'm nervous. I'm nervous. That timing.荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。So young master's plan is 解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい。そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことが発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。Everything's going his way. You're Aoki. This is Ogikubo? ご容態いかがですか？元幹事長。He's gonna get killed. 都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前にあなたはどうなんです？偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか？あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。Evil eyes again. Evil, evil man. 青にさいな。青にさいね。覚えていますか？10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか？現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。Poor man. 神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。
まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなるか私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてください。 Wait, why is it beeping so fast? 私は心からそう思っているんですから。 No, it's meant to just measure his heartbeat, but can it beat that? 綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。After all that, yeah, I don't believe Arakawa, Masumi Arakawa, is evil. It's just his son, really. Hey, Zeho! Welcome!勝手だなんて。ちゃんと南波さんの許可をいただきましたよ。半順義から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順義はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。He's no longer leader. 引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後、ブリーチジャパンの方はあんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか。警察？春日君ニュース見てないの？そういや、ここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はぁ？スカイロッドクロフィル報道はこう、警察さえ手出しできない集団、Making them look like the good guys。 そこに危険を変える水突入した勇気あるブリーチジャパンってね。It only helped them。 随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ？ Damn. 俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろう。He did disappear away during that fight. あいつ、大見連合に助け出されて、まんまと逃げたはずよ。ってことは、まさか？そのまさかでしょうね。おそらく大見連合に殺されたのでしょう。That must have been Young Master's orders, eh? 革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば、事件性も感じないから警察も病院も疑わない。They won't investigate。しかも。グレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死。Poor dude!
演出のおまけ付き。He was just used the whole time. くそ。敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。Because he's heartless. Young Master's heartless. That's why everything's going so flawlessly. 小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察はマブチの息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に。わか。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジリに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。ああ、そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。Yeah, このままだと、コミジルもハンピン・リューマンも、偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方し、かくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば、早々に相談された方がよろしいかと。The whole place is gonna get swept. 俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？ああ、いや。おやすさんはそう遠くないうちにある爆地を撃ちます。So what does he mean by that? その時には。一人でも多くの味方が必要になります。Oh, is he gonna try to stop his son? 一人でも多くの味方って。これ以上はまだ話せません。すいません。It must be it. He's gonna try to stop his son. また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは？Long story. 殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つ。That's so twisted, eh? まあ、その話は長くなるから、今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。Is he gonna join the party? いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。Yeah! Yay! Welcome, Zhao. Oh man, the story's so crazy. With the fall of the Great Wall of Muscle and Yokohama's rising crime rate, the city's villains grow even more powerful. Be on the lookout as you may encounter formidable, never before seen foes. Cool, that's good for leveling up. Yes! Zhao joined the party. I'm so excited to play him.I am gonna leave the video right here. I am so happy for Ichiban because of Arakawa. We found out his intentions. Arakawa did not betray us. And yeah, Ichiban must be very happy about that. But yeah, really, it's just Arakawa's son, the young master now, who I think we're going against. I think he's the only, I guess, main villain in this game now. And we gotta go...take him down, and I think I got a feeling Arakawa's plan or whatever he's planning now, his goal is to stop his son and take him down, maybe because he's seen how his son is now and see how evil he is. Man, it's just I just did not expect any of this at all, any of these outcomes. So yeah, the story is so well thought outI'm really impressed by the story. Just so much detail and how everything links and loops back to what you've seen before. I want to see what Zhao's job is, eh? He is a gangster, of course. What kind of gear do you wear? I think I had something for a gangster, Chinese saber.Oh yeah, there's some worldly cigar. Awesome, I'll need to wear that. Yay, Zhao, welcome to the party. Oh, I'm so excited, Zhao's so cool. Okay, well, yeah, I'll stop this video here. I hope you guys enjoyed this video here with me. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Let me know in the comments below what you thought about this part of the game. I'll see you in the next video, guys. Thanks for watching, bye.